どうも、皆さんおはようございます。こんにちは、こんばんは。ソデッキ製造工場へようこそ。工場長のチコクリタンです。今回も硫酸の喉のライフポイントがゼロのためチコクリタンがお届けいたします。今回ご紹介するのは新ランであり延強化されたアルティメットサイバースデッキです。シンギュラリティの追加で何が変わったかというと、この人のリンクマーカーが優秀すぎてエクストラリンクが余裕でできるようになったよ。今回はエクストラリンクに全振りしたサイバースソリティアをお見舞いしていきます。エクストラリンクが一体何なのか一応説明すると、リンクモンスターのリンクマーカーをつないでいき、左右のエクストラモンスターゾーンを自分だけで使っちゃう劇やバムーブのことです。さらに相手の盤面には遊戯王界最強のエッジモンスターことイブリースちゃんを送りつけまして、相手の特殊召喚を一切できなくさせるタイプのクソデッキとなってます。イブリースちゃんを送りつけてもらってるから、まあ相手も喜ぶと思うので大丈夫ですね。リンクデコーダーの実装もあって展開力がさらに満字となりました。マジ満字です。しかもこの展開なんと1枚初動となっています。ディフェンサーさえ引ければ OK なのでマジ満字です。マジ満字って死語ですかね。こんなセリフ言わせていいのこれ。デュエルスタンバイ。さあいよいよ始まりました、チコクリタンの初実況。プレイメーカーになったつもりで頑張ります。まずは初動を確保しないといけませんね。札からマジックカード発動、サイバネットマイニング。ゴキブリは気持ち悪いので捨てて、かっこいい人をサーチします。これ、マジ見やすくなってて、バイブス上げ上げなんすけど。オイリボルバー、うらら持ってねえのプレミじゃね。今から世界を終わらせるけどいいか、リボルバー。ファイアウォールディフェンサーを召喚。ゴキブリは気持ち悪いからやめろって言ってんだろ。どうしてそういうことするの？この変態。アースジェットをぶっかけてゴキブリは撃退します。さあ行くぞ。アローヘッド確認。召喚条件はレベル4以下のサイバース族モンスター1体。サラマングレイト、デュエルリンクス。間違えた、ベイルリンクス。ディフェンサー君がリンク素材になったのでファントム君が出てくるよ。アローヘッド確認。召喚条件はサイバース族モンスター2体。スプラッシュメイジ。ファントム君が墓地へ送られたので効果発動。デッキからサイバネットコーデックを加えちゃうよ。1枚手札を捨てないといけないのうざすぎ。ワロタ、あーせっかくのサウラビスちゃんが。許さん許さんぞ。リボルバーメイジの効果で墓地のディフェンサーを蘇生して、アローヘッド確認。召喚条件は効果モンスター2体以上。リンク召喚、トランスコードトーカー。サイバネットコーデックは出てきたリンクモンスターがコードトーカーだった場合、出てきたやつの属性と同じ属性のサイバースを手札に加えることができるんだけど、この効果を無限回使ってソリティアしていくよ。トランスでメイジを蘇生して、アローヘッド確認。召喚条件は効果モンスター2体以上。これも新規モンスター、プロテクトコードトーカー。この人マジで強くてバイブスぶち上がるんよね。コーデックとジェネレーターの効果を発動して、デッキから闇属性サイバースを手札に加えつつレゴブロックを墓地に叩き落とすよ。ちなみにこのレゴブロックは墓地に落ちたら自力で蘇ってくるよ。闇属性はマイクロちゃんを手札に加えるね。でレゴブロックが蘇生。ファントムちゃんの効果でエンドフェーズに軟化回収しちゃうよ。まだまだ行くぞ。リボルバースキル発動、ストームアクセス。アローヘッド確認。召喚条件はモンスター2体以上。元禁止カード、ファイアウォールドラゴン。プロテクトはファイアウォールが好きだから墓地から蘇るよ。元禁止カードの効果を発動。墓地にあるカードを回収しちゃうよ。サイバース1体とあとは何でもいいです。無限本領をケアしてサウラビスちゃん回収。これが伝説のクソ遅すぎ誘発ケアだ。さてちょっとトランス君、そこ邪魔だからどいてくれるか。手札のマイクロニキとリンク召喚、コードトーカーインバート君を出すよ。これでまた光属性のサイバースサーチができるね。それぞれの効果をチェーン組んで発動するんだけど、インバートをチェーン位置にするの忘れないようにね。あ、マイクロニキでサイバネットコンフリクト持ってきます。これ何でも向こうのカウンター罠ね。でコーデックで点灯虫を持ってきてから、
そのままテントウムシを特殊召喚できちゃうぜ。テントウムシの効果でコンプライハンギリギリモンスターイブリースちゃんを手札に加えてバイブス上がりだしたよ。さらにアロンヘッド確認、もはやアロンヘッド確認しすぎて文字打つのめんどくさくなってきたことをご報告します。で、カメムシをリンク召喚してコーデックで風属性をサーチ、モトキンで手札からサイバース特殊召喚、モトキンテイビーエブリデイブンブンハロー YouTube、 どうもモトキンです。あ、イブリースちゃん来た。イブリースちゃんのレクリンクで僕の首を締め付けてもらえな、なんでもないです。イブリースちゃん一体をこれまた新規リンクレコーダーに変換。こいつが1枚でモンスター2体分になるのでマジで尊いんよね。イブリースちゃん2回目の演出来た。え、ちち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 ち、今なんかケンシロウいなかった。あたた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 た。アローヘッド確認、召喚条件は北斗神剣伝承者2体、現れよ北斗神剣伝承者剣士アストラム。リンクデコーダーさん、無事戦線に復帰しました。その効果にチェーンして手札のパラエク効果、ケンシロウのリンク先にシャシャリ出てくるよ。パラエクは寂しがり屋なので仲間を呼んで、レベル4のモンスターが2体来るぞ。リボルバー、現れよ史上最強のランク4改ざん機ダラン・ベルシアン。さてダラン・ベルシアンが出てきてしまったということは、そうですね、例のあいつを呼び込むことができるってわけですね。この世の終わり、残機サーキュラーをサーチ。これ3枚使えるの。マスターデュエルさん鬼ヤバいです。鬼ヤバチュラーの効果発動、デッキからシグマ落として特殊召喚。これがコストなの受ける。全カテゴリーにこのカード配れや。ダランの効果で入れ替えると鬼ヤバオの効果発動ができて、シグマが出てきたのにびっくりしてデッキから死者蘇生をサーチできるよ。ちなみに今回の構築、超会場なんていう野蛮カード入ってません。この展開マジで誘発受け悪いし一発屋なので実用性は皆無だぜ。この後どうするんだっけ。オイリボルバー忘れたぞ。えい、スキル発動、ストームアクセス、風をつかめ、アローヘッド確認、召喚条件は効果モンスター3体以上、現れよファイアウォールドラゴンシンギュラリティ。かっけ。この子のリンクマーカーが優秀すぎて、これでもうエクストラリンクは完成だぜ。アローヘッド確認、召喚条件はレベル4以下のサイバース族モンスター1体、ブリ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 。シンギュラリティの効果発動、リンク先のモンスターが場を離れると寂しくなって墓地から誰かを引っ張り出せるよ。再び現れよモトキンテレビ。さらに初手で引いて持ってたサラマングレイトサンクチュアリ発動、なんでも向こうのコンフリクトもセット。これで俺のターンは終了するぜ。さあかかってこいよリボルバー、お前の道を照らし出す未来回路とやら見せてもらおうか。ちなみにこの盤面の状況説明をしておくと、コンフリクトで何でも向こうを1回構えた上でイブリースタンが相手の場にいるので、相手はリンク以外特殊召喚ができず、さらにエクストラリンクによってリンクモンスターがそもそも出せないから特殊召喚ができないってことよ。さあお相手し、困惑しつつエチチチチチチの自爆特攻を選択。この未来見据えていたぞリボルバー。ケンシロウに攻撃宣言を行ったダメージ計算時、サンクチュアリの効果発動、ケンシロウの攻撃力をゼロに。攻撃力ゼロ同士のモンスターはお互いに戦闘で破壊されないぜ。どうしたリボルバー、テキスト読んでなかったのか。貴様それでもデュエリストか、恥を知れ恥を。はい、というわけでお相手し、何もできません。これがサイバースソリティアを極めたネオニュープレイメーカーの最強デッキです。ギャッハッハッハッ、悔しいでしょうね。ビチュアーベス召喚は草好きできねえけど大丈夫。なんか新リボルバー変な儀式いっぱい入れてるけど、どうせ出せないんだから諦めてくれないですかね。何もできないことに気づいたようです。あとはシンギュラリティで盤面戻してワンキルです。まあ一応展開してからバトル。ちなみにそのままバトル入って殴っても勝てるので、念のための展開してるだけです。シンギュラリティ君の効果で
相手のモンスターをバウンスして。あ、これだらん蘇生しちゃったからバウンスできないや。本来であれば1枚バウンスできるけど、クソみたいなプレミした。理想はイブリースちゃんバウンスして、キルできなかった場合はもう1回イブリース送りつけます。えちちちちちの無限コンボ。というわけでディフェンサー1枚からこうなるってことを皆さんにお見舞いできたのは良かったかなと思いますが、相手のリボルバーが手応えなさすぎたので次のリボルバー探しに行きましょう。さて始まりました、四国リタンによる2戦目の実況。ちなみにこのデッキ先行前提なんですが、一応邪魔アクセスのムーブあるので高校もワンチャンあります。今回は視察にサウラビス抹殺の指名者があるので、ゴキブリ、ウララ、無限風翼あたりの有名どころは全て無力化しながら展開できちゃうね。やることはさっきの同じなのでカッティング。ああ、これだけ言わせて。えちち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 ち、はい、盤面完成です。最強ですね。返せるわけありません。さあ困惑していますお相手し、タニー。おいてめえ、やっていいことと悪いことあるだろ。それえちちちをコストにしようとしてねえか。ああ、えちちちちがなんてことを。こういうまくりカードを無力化するのがコンフリクトさんなのに、コストで送るのはダメ絶対。やばいやばい、助けて。これで特殊召喚の縛りは消えちゃいました。はい、展開し放題です。おは終わりです。サイバードラゴン、あ、やめろ、そんなことしちゃいけない。何やってんだお前、人のモンスターで融合するな。ケンシロウの効果発動。あ、これ焦りすぎてシンギュラリティの効果発動し忘れてます。サイバードラゴン出てくるといつもテンパっちゃうんだよね。クロックワークナイトだけマジでやめて。さすがにそんなノリしかしちゃうよ。その蘇生はまあどうでもいい。リーアもまあどうでもいい。とにかくクロックワークナイトがやばい。あれ、手札にバウンスしてもまた発動されるだけなんだよな。嫌だ、俺は負けたくない。おい、なんか断末魔みたいなの聞こえたぞ。パワーボンドだぞ。持ちこたえてくれ俺の心臓。嫌だ、俺は負けたくない。おい相手マジでヤバいやつなんだけど。メンエラサイコパスじゃん。シンギュラリティの効果発動。相手のサイコパスを一体病院送りにするぜ。殴られたら負けそうだけど、殴る前に処理すればいいだけでした。ちょっと精神的に不安定そうなのでお薬出しときますね。耐えた、あぶねえ。というわけであとはバウンスしてぶん殴って勝ちですね。喉の調子はまだ終わってますので、まだ数本は合成音声で動画作らなければいけないと思います。早く僕のイケボを皆さんにお届けしたいですし、僕のこの犠牲を待っているファンがこの世界に何億人もいるので、早めに治療して帰還します。ちなみに一応インフルエンザとコロナは陰性で、単なる帰還支援らしいです。クソったれ、ウイルスの分際で人間様に逆らいやがって。絶対に許さんぞ虫けらどもめ。動画の感想はよかったらコメント欄まで。合成音声編集めんどすぎ。